What's up, YouTube? My name is Zai。 皆さんお久しぶりです。今日は先週の僕のとある一日をお届けしたいなと思ってます。で、今青学に向かってね歩いてるんですけど、これはね青学生ならわかるいつもの光景ですね。あとね、一応念のために言っておきますけどね、めちゃくちゃ暇だからといってね、暇だから青学に行ってるわけじゃないってことをね、一応最初にお伝えしますね。今日僕が行く目的は学務に行ってます。でね、左側に映るのはね、これ国際寮って言って、水道代とかあと光熱費とか込み込みでね 5,6 万ぐらいで住めるっていうね噂を僕は友達から1年生の頃に聞きました。けどね、その友達がね1年間でね辞めちゃったんだよね。その理由はね、なんかいろいろあるらしいんだけど、なんかプライベートがどうのこうのみたいなことをね、なんか言ってた記憶があるんだよね。はい、でこちらが青学の正門になりますね。ここね、基本的にいつも警備員が立ってるからね、まあでも警備員立ってるけどね、そんなに警備してる感じじゃないですけど。で、今これ歩いてるのが青学の、佐賀県のね一番の大通りになりますよ。で、これ4月とか5月とかね、こう1年生がね集まったり、あとこう新刊のビラとかねたまに配ったりしててね、ここめちゃくちゃ混みますからね。2年生3年生は多分ここね結構避けて通りたがる道ですよ。で、せっかく学校に来て、まあ昼ご飯も食べてなかったのでね、お腹空いてたからね、カレーセットを頼みました。このカレーセットなんですけど、カレーとサラダと味噌汁がついて確か380円だったかな。これ僕いつも決めてることがあってね、食堂ねメニューがたくさんあるんだけど、まずはね日替わり丼を見るんだ。日替わり丼見て美味しそうだったら日替わり丼を買うし、あ、なんか微妙だなと思ったらね、俺は基本的にねカツカレーセットを買うんだよね。で、今日の食堂なんだけど、食堂はねなんかマンションとか一人暮らしとかアパートとかの説明会みたいなのをねやってるようでした。ところどころにね、まあ、新1年生と思われる学生がねちらほら見受けられましたね。ね、これちょっと右に見えるのはね、これチャペルだね。で、ここでねたくさんねキリストにねお祈りできますからね。あ、これもね1回目の Vlog の時にちょろっと話したね、このビートのねエスカレーターだよ。このエスカレーター長いけんね、本当にタラタラしてたらね、もうね30秒ぐらいかかっちゃうよ本当に。一元のね英語とかね30秒ぐらいがねマジで命取りやけんね。8時59分とかはねもうここめっちゃ混んどるけんね、気をつけてね。あ、ちなみにこいつはね相模イゴと思ったらね、こいつ相模イゴじゃなかったね、こいつイーゴくんだった。これ相模イゴはね相模原祭のね公式マスコットキャラクターやったね。で、こいつはねさっきのイーゴくんだったらしい。マジでややこしいなお前。で、今日来た目的がこの学割証をね発行することが目的で来たんだよね。これ年に30枚ぐらい確か印刷できてね、で僕みたいにね地方から来てる人はね新幹線とか学割使えるからね、これぜひ使った方がいいと思うよ。あ、で奥にちょろっと見えるのはこれ図書館。はい、でねついでにね帰るついでにちょっとこれも写しといたよ。で、この右に見えるのがね解析とかね微積とかを行う数学の教室ね、あと数学演習もね右側の教室でやって、この目の前に見えるのもねこれ確かね1年生の頃にね情報処理実習とかいう実験があった気がするじゃん。で、その情報なんとか実習の実験場所はこの右側の建物になるだったような気がするな。はい、でねこれはね2年生3年生がね使う実験棟だね。これねマジでね実験ね俺本当に嫌いやってけんね、もう誰か頼むけんねこれね欲しいちゃんね。まあてな感じでね、ここね毎週週2から3ぐらいねここで実験することになりますのでね、理系の皆さんは。でね、これ自転車で来る人はねこの裏門の方この奥にね自転車置き場があるんだよね。で、これが野球スタジアムかな。これなかなか野球部が練習してるの見たことなかったんだけどね、この日ね初めて野球部が試合してるのに使ってるのを見たんだよね。なんか噂によると青学の野球部も強いらしいね。で、ここの右側のねこの入り口から入ったらね、青学の中にあるジムとかフィットネスセンターってんだけどね、このジムを使えるんだよね。確かね年間でね 3,4,000円ぐらい払ったら通い放題で、まあ、マシンとかもねすごい充実してるんだよね。あと、まあ、アスリートの選手用ね、体育会の選手用とあと普通の学生が使える2つねジムが用意されてるんだよ。でね、動画をね終わる前にね最後に一つだけ聞いたことがあるんだよね。このねドトールのねバームクーヘンねめちゃくちゃ美味しいよ、ぜひ食べてみてね。